石野陽道の芸術書古古新種明治の俳人正岡子規が言った言葉で古い壺に新しい酒という意味である。古い壺に新しい酒というのは、古いもんは古いもんで大切であるが、新しいもんもまたこれにまして大切である。温故知新と同じような考え方を正岡子規の俳人が言った。はい、次。この字は、2000何百年の中国で制定された文字で書いているんで、ちょっと今の人には読みづらい。はい、次。それを新しい字で書いたらこういう風になる。古古新種。はい、次。これ乾坤秋お湯。乾坤というのは天地、秋が終わりっていう秋お湯。はい、はい、これは傍者一水。傍者というのは、まあ草吹きの粗末な家の中に一つだけ明かりがポツンとついているのを一水という。水は明かりの、例えば菜種湯の明かり、あれが帆に似ているから一水という。これは位置の書き方が非常に難しいね。はい、どうぞ。これは万里秋風。万里というのは万ね、理由は距離だから、まあ乾坤と同じような意味、天地と同じような意味。秋の風が吹いている。はい、はい、これはまた古古新種、今さっきと同じである。古古新種。はい、これで終わりですか。終わり。